武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の国語について話していきたいと思います。国語ですが、時間90分で大問が4題出題されますが、ここがですね、原文古文漢文が1題ずつと、もう1個がですね、現代文なんですが、論述という形で、実質小論文ですね、が出題される形と、なっています。でですね、原文古文漢文に関しては、割とオーソドックスな国公立の問題、記述、問題がちらほら出つつ、という形で、ただ一個一個の記述量は割と多めで、100字、超えるようなもの現代文出ることもありますし、古文漢文に関しても、和訳で短いものが出ることもあれば、50字から100字程度の記述、数題するような問題も出てくるので、記述練習はちゃんとやっておかないと、厳しいかなと。問題文の長さ自体は、割と国立の問題としては標準的、なので、記述練習さえしていればセンターの文章を読める程度の、読解力あれば十分対応できるという形になります。なので、記述練習の問題集をやるということで、国公立標準問題集キャンパスなど、やった上で、過去問しっかりやっていけば、十分対応できるかなという形ですね。現代文に関しては、内容説明の練習で現代文読解の開発講座をやった後に、これらをやっておいた方がいいでしょう。で、問題となるのがその、論述ですね。こちらに関しては、数百字程度の説明が、何台か出てくるような、形と、100字超えないのも もちろん出てきたりはするんですけど、あるので、小論文の対策しないとおそらく、書くのは厳しいというのと、時間90分でこれ含めて大問4題解くというのは正直全部やるのは、かなり厳しいと思うので、どれを優先するかという形になるんですけど、小論に関しては割と読めば、見たまんまじゃんという内容も結構多いので、読み取り練習、しっかりやっておいた方が、いいかと思います。そういう意味で言うと、小論文のネタ本、一冊仕上げる、プラスですね、社会科学系、などの、ものをやる、形で練習しておくと、いいかなと思います。データの読み取りなんかはその自然科学系のネタ本をやった方がいいっていうこともあるんですけど、テーマ的にちょっと文系寄りの内容にはなってくるので、自然科学系だとちょっとまた読み取るものが変わってしまいますので、基本的にはその、社会科学系のネタ本、小論文の完全攻略本という、書き方本と、小論文の完全ネタ本の社会科学編など、やっておくといいかなと思います。いずれにしてもですね、全部が解き終わらない前提でどれを優先して解いていくか、っていうのを考えておいた方がいいでしょう。原文重視でやるのか、古漢をちゃんと解いて原文は最悪取れるところ、だけやるのか、それぞれ、考え方があると思いますが、どれもちゃんと対策していれば書けるもの、ではあるので、基本的にはしっかり、それぞれも対策して、で当日の問題の難易度、時間のかかり具合を見て、どれから解いていくか決めていくという形でやる方が、やりやすいかなと思います。それぞれの問題集に関しては、今言った、話で、記述練習優先でしっかりやるように心がけてください。以上が、国語の勉強となります。